聖職社民事基本法。聖職社民事基本法。聖職社民事基本法。は、フランス革命期の1790年7月12日に憲法制定議会で議決され、同年8月24日に国王類16世紀の再下により成立した、フランスの法律でる。日本語では、聖職者基本法。聖職者属児基本法。聖職者公民憲章。 僧侶民事基本法、僧侶基本法、僧侶市民憲法、僧侶に関する民事基本法とも訳されている。この法律の内容は、フランス国内のカトリック教会を国家の管理下に置くものであった。司教区の行政的再編成、宗教的秩序の廃止、戸籍商本の民間移譲、聖職者の助任、給与などについて定め、これにより、聖職者は、 公務員の扱いとなり、教会ではなくて、人民によって選任される立場になった。また、憲法を全力で維持すること等の宣誓を義務としたため、聖職者の大多数が、聖書以外に誓いを立てることを拒否し、革命と宗教との対立に発展した。敬虔なカトリック教徒であった国王は困惑したが、王党派聖,聖職者の助言を受けて、最下に同意する。ところが、 ローマ教皇ピウス六世は公に、これを強く批判し、先制者を批判して、異端宣告することすら示唆したため、波紋が広がり、先制拒否聖職者、先制規非生避聖職者と立憲派聖職者の対立は、一般の信徒も巻き込んで、深刻の度合いを増した。信仰の根強い地方では、先制拒否聖職者が、王道派と協力して、農民の反乱を扇動したため、 バンデの反乱の原因の一つとなり、反革命運動の根源ともなった。これは1794年に廃止されるが、ローマカトリック教会とのフランスとの敵対、及びフランスカトリック教会内の分裂は、1801年7月16日のナポレオン体制におけるで和解がもたらされるま続いた。第一身分たる聖職者は、1789年の 全国三部会では、第三身分たる平民と協力して、愛国的団結を示した。7月14日、バスティーユ襲撃事件で、フランス革命が勃発した時も、聖職者は革命の高揚感を共有した。しかし憲法制定議会がの解体に乗り出すと、絶対主義国家体制に密接に関与していた、フランスのカトリック教会はいくつかの経済的打撃を、被ることになった。 の宣言では、世俗領主でもあった教会も、封建的所権利を失った。しかしこれは、保障が受けられる予定で、聖職者の議員の多数が賛成した。例外とされたのは、ローマ教皇に収めるべき初収入税などであった。十分の一税についてはすぐには、結論が出せずに、一年ほど長く議論され、翌1790年8月11日になって、無償廃止と決まった。 これに対して、安倍シェエースは、法的平等にそぐわないと反対したが、ミラボーは、教会の持つ公益性を盾に、これを尻避けた。1789年11月2日の、教会財産国有カレーが最も大きな、痛手であったが、率先したのも革命派の聖職者であった。大ータン主教タレーランイコールペリゴールは、教会財産を国民の自由処分に委ねる子を提案し、 三部会消集の原因となった財政赤字の埋め合わせとするように主張した。エクス大司教ジャンゲリュー、ラモン・キュセド・ボワジュランやモーリ・スーキ教は強奪に等しいとして反したが、シェースやミラボーは、教会は財産の所有者ではなく、養益権を保持していたに過ぎず、教会の公益事業は国家が引き継げば良いと主張して、採決の結果、 346票対568票で可決された。また議会は人権宣言の精神に則っ,って、1790年2月13日、聖職者の就寝制約と、修道団体の廃止、修道院の閉鎖を宣言して、聖職者に職を辞める自由を与え、修道院を出たい者は自由に出てよいと許可した。一方で4月13日、 カトリックが国教であると承認するように要望した道義は信教の自由を名目に否決されたがカトリックは唯一国家から補助金をもらえる宗教であることになった国有化された教会財産の処分は白ばく中に浮いたままであったがタレーランの提案が改めて採用され4月17日アッシニアという土地債権の形で売り出されることになったこれに伴い すでに教会礼拝費と聖職者年金は予算に組み込まれていたが、最速が決まっていなかったので、聖職者をどう処遇するかを定義する法律が必要になった。ところが、議会や委員会で討論が進むうちに、そもそも国家あるいは議会が保持する施政権に、キリスト教の伝統に定職するような教会組織の根本を改革する権限があるのかについて論争が起こった。 反対の急戦法であった、ボアジュランは、国家には、宗教会を論じる資格はないと主張し、教会法、ここではカノン法の意味の変更は、宗教会議によってのみなされ、普遍教会の長の承認が必要であるとした。しかし推進派のジャンイコール・バプティスト・トレヤールはこれを一周し、旧体制の教会組織が、いかに腐敗していたかを力説した上で、教会の管轄権は、 信徒の節油と秘籍の授与に限られるとした、フルーリーの学説を持ち出して、教会の管轄権は信仰と教義にしか及ばない、法の介入による改革は宗教に、本来の純粋さを取り戻すだろう主張して、大喝采を浴びた。宗教会議召集が否決されたので、ボアジュランはそれならば、教皇から正解方法を得ようと主張し、教皇庁に急遽特使が派遣されることになった。 フランスのカトリック聖職者たちの大半は革命に好意的であった。伝統的にローマに対するフランス国家主権の優越を認める立場、ガリカに住むだったことに加えて、この階層の知識人は啓蒙思想に深く染まっていたからである。また三部会を引き継いだ憲法制定議会の約四分の一の議員は聖職者だった事情もあって、彼らは議会の姿勢に理解を示すか、 自らが革命の指導者として名を連ねていた。経済的な問題では、改正職者の生活水準はむしろ向上することになり、旧体制で豪華な生活をしていた、高位生職者はやり玉に上がるのを恐れていたの、意義を唱えるのは差し控えられていた。ヘンリー・パッセイやヨーゼフ・ニセイなどによって、近隣諸外国ではもっと厳しい教会改革が行われた前例があったことも、すぐに、 国内で大きな反発を生まなかった要因であった。議会は教皇から先例が授けられるものと無邪気に考えていた。同様に世俗権力であるロシアのエカチェリーナ2世がポーランドのカトリック教区の区割りを変更した際にピウス6世が抗議しなかった前例もあった。しかし、貴族出身の教皇は最初から革命に敵意を抱いており、世俗的立場から 特権撤廃を苦々しく受け止めていたことについて注意が払われていなかった。教皇アビニョンなどフランス国内の教皇領の領民が革命に共感してフランスへの併合を求めていることに苛立ちを募らせ1790年3月29日の数期教会議では人権宣言の原理を配信行為だと断罪せずにはいられなかった。教皇にとって人民主権は すべての君主制に対する脅威でしかなかった。彼は特使を通じて、ルイ十六世にアビニョン領民の武力鎮圧を依頼したが、議会が断ったので民事基本法を非難する決心を固めた。ただそれはすぐには明らかにされずに、長々と無意に交渉だけが続けられた。1790年4月22日、ニームでは3000人の選挙人がカトリック宣言を発して、 国王に権力を戻しカトリックを国境化するように要求し、これをパンフレットにして全国に送付する事件が起きた。このカトリック勢力は、志願兵を募り、白色帽子をつけて、国民打倒を叫び、6月13日からの3日間、プロテスタントと武力衝突を起こした。これは300名の死傷者を出して敗れ、南フランスでの最初の反革命は失敗した。 近隣のアビニョンは6月21日にフランスに併合された。6月末には法案の使用部分はほぼ完成した。聖職問題委員会を主導したジャンセニストのアルマン・ガストン・カミュによって国民の議会は宗教を改革する権限を持つと定義され制定される民事基本法で市民社会の秩序を教会組織にも適用することとなった。 また同時に1516年にフランス王一世と教皇レオ十世によって締結されていたコンコルダートの内容は破棄された。1790年7月12日、連盟祭の2日前に同法は可決され、14日の第一回連盟祭ではタレーラン司教が200名の参色旗をまとった司祭たちを率いて先生の儀式を執り行った。 聖職者民事基本法は4編からなる法律で、第1編は聖職者の職務を、第2編ではその任用を、第3編では報酬を、第4編では居住を、それぞれ定めていた。特色は聖職者に生活の保障を与える一方で憲法を維持すること等の先誓を義務づけ、王権やローマ教会の影響を排除して、任用は教会法ではなく、 選挙制で一般信徒の意思を反映しようとした点があった。要点は以下。ルイ十六世は厳しい反共権主義的な内容を含むこの法律に非常に戸惑いを覚えていた。それは全く彼の意思に反するものだったからだ。教皇が革命に反対の意見を持っていることはすでに周知の事実であったが、フランスと歴代教皇とのこれまでの歴史から考えて、 ボアジュランは、教皇は、最終的には和解の意思があると信じていた。またすでに教会財産は国有化されていたため、生活の糧を失った聖職者の生活保障が必要であり、この法律はどうしても成立させなければならなかった。それで彼は、瀬広塚佐教と二人でそれぞれ国王に署名を進め、規制事実を積み重ねることで、彼らは、教皇が正解を支持して、 民事基本法を認めることを期待した。様々な思惑から方々で説得を受けた、ルイ16世は、不祥不祥、斎下を受け入れるわけだが、彼はすでに後に、バレンヌ事件となる、パリ逃亡計画を、秘密裏に進めていて、半ば強要されたという事実が、これを決意する上での動機の一つとなったと考えられている。実施面での問題と協会と交渉に費やしたために、 交付まで時間間がかかったこの間に国王は諸外国に軍事支援を依頼して交渉していたがうまくいかなかった。手詰まり感の中で宗教的感情は逆に反革命に利用できると考えた王党派や王政後時に有利に働くと主張した立憲派のミラボーは異なる思惑で国王にこの法律を推し進めるように盛んに後押しした。一方では 10月30日、議員になっている司教たちは、聖職者基本法の諸原則に関する解説と題するパンフレットを発行した。彼らは民事基本法を直接は非難しなかったが、唯一譲れない線として同法が宗教権力とある教皇によって承認されることを主張した。他方、一般の聖職者と信徒の間では、不安が広がっていた。門島番など南部で、 プロテスタントとカトリックとの間に流血沙汰の争いが続いていたことも彼らの態度を硬下させた。西部と南部では激しい宗教対立の歴史があり、イコンはまだ人々の記憶に新しかった。民事基本法の下で憲法の絶対的支配の下に教会が置かれるが、他で平等の名の下にプロテスタント教徒やユダヤ人が権利を獲得するのを見るにつれ、 革命がカトリックを弾圧しようとしているのではないかと疑い出したのは自然な流れだったろう。この疑念は教皇ピウス6世の態度によってさらに助長されることになり、次第に敵へと変わっていった。1790年11月26日、議会は全国の聖職者は2ヶ月以内に宣誓を行うものと決め、翌日に全国に通達を発して、これが強制であり、 拒めないものであることを示した。ところが、宣誓を拒否した聖職者は、洗礼授与、結婚、埋葬、生体授与、告白、説教など、あらゆる公共の儀式が禁止されると警告していたにも、かかわらず、12月26日に正式に交付されると、聖職者の議員の約3分の1だけが宣誓を受け入れ、過半数は拒否した。全国でも抵抗は広がり、 司教は7名だけは、宣誓に応じたが、残り全員が宣誓を拒否し、被災の約半数も宣誓を拒否した。このような情勢でも聖職者たちは和解の道を模索していた。しかし1791年3月10日と4月11日の新書で、教皇ピウス6世が明確に民事基本法と人権宣言の精神を否認して、 反革命の立場を鮮明にしたとで、対立は決定的となり、努力は水を刺されることになった。欺かれたボアジュランらは、傍然自出となったが、この新書は一般への公開をためらうような棘のある内容であったので、一ヶ月以上も秘密にされ、なんとか修復を図ろうとフランスの司教は、総辞職を申し出て、却下された。国家と教会の分裂は避けられない情勢となり、 5月には、フランスは中ローマ大使を引き上げさせ、ローマも強行施設をパリから引き上げさせて、大やけに乱行状態となった。サズのように、数県ではほとんどすべての聖職者が宣誓を拒否したので、それらの地域では儀式を中止せざるを得なくなった。議会は、これらを宣誓した聖職者に変えようとしたが、 代理の数が間に合わなかったので、結局は先生拒否聖職者が儀式を続けることを認めた。最初の立憲派聖職者は、全自教から聖職相続を得なければならなかったが、旧司教のうち、タレーラン司教ただ一人が粛清を与えることを承諾し、皮肉にも不道徳で有名だった彼の手で、多くの司祭が次々と除解された。 聖職者の成り手も足りなかったので見習い期間が短縮され、立憲派聖職者は急増されていった。議会は、初めのうち自らが招いた教会の分裂を認めようとしなかった。しかし、新選の立憲派司祭と旧先生拒否司祭は、方々の教区で対立し、信徒を巻き込んで大きな騒乱となっていた。先例、結婚、埋葬の登録簿は、 立憲派聖職者だけが持っていたので、先生拒否聖職者の元に通っていた信徒は公民権登録ができなかった。特に新人深い女性が立憲派司祭のミサに行かなかったので、彼女らの子供には公民権が与えられない状態であった。国民衛兵はしばしば先生拒否聖職者の元のミサに通い続ける女性たちを長老、鞭打った。有力者であったラファイエット夫人は、 このような状況に我慢ならず、パリに新主教をゴベルを迎えることを拒み、夫であるラファイエットは、89年クラブの仲間と相談して、先生拒否聖職者にも礼拝書を持てる自由を与えるように議会に定義した。1791年4月11日、議会は先生拒否聖職者が閉鎖人員を使って礼拝をすることを黙認する決議を出した。さらに5月7日、 議会は、シェースの提案で、信仰の自由を全般的に認める、寛容令を出した。これによって、先制拒否聖職者の信仰も認められることになったが、こうなると、今度は、立憲派聖職者が起こり出した。これは、ローマ教皇に逆らってまで革命に順じようとした、彼らの努力を全く無駄にするものであり、信徒の多くが彼らの元から離れていったからだ。立憲派聖職者は、 ジャコバンクラブに集い、関係と協力して5月7日の礼拝の自由が適用されるのを妨害した。他方、ピウス6世もさらに介入し、シムルタネウムが普通になった時代に、あえてローマ派聖職者、先制拒否聖職者に、立憲派聖職者と同一の寺院内で礼拝することを禁じた。宗教闘争が激しくなると、ジャコバン派は、立憲派聖職者を支援して、 ますます、ローマカトリック教会への絶望を強めていった。カトリックの名神や教神との戦いは、革命をより極端な形での宗教からの解放へと向かわせた。教会と国家との分離という、アメリカ人が示したモダンな良識、政教分離を模倣せずに、フランス革命では一気に飛躍して、無神論、あるいは中立的で比例的な国家宗教のごとき、 革命宗教の創設を目指していくことになる。そして愛国的な市民祭典が宗教が抜けた心の隙間に入り込むように置き換わったのが特徴である。パリでは、先生を拒んだサンイコールシュルピス教会の司祭が群衆に吊るし上げられ、縛り首か先生かと迫られたが、地方、特にカトリック色の強いアルザスや中央高地、 西部のバンデでは逆に先制儀式が群衆の妨害で阻止された。5月7日の慣用令で教区に残ることを許された先制拒否聖職者はそれらの地方に反革命の種を植え続けた。そして革命の成果を手にできずに不満を抱える農村部では特に反革命の先導に多くが同調していった。議会はラファイエット派が勢力を持つまは 先生拒否聖職者を弾圧する法令を拒んでいたが、1791年11月29日、ついに先生拒否聖職者に公民宣言を要求する決議をして、公民としての先生を拒否し続ける聖書者を住居から追い出し、年金を取り上げ、拘束等の処置を地方自治体が独自の判断で行えるようにした。ルイ16世はこの法案に拒否権を発動して、施行を阻んだが、 8月10日事件で、王政は打倒され、再提起されて可決された。弾圧が強まるとともに犯行も、暴力的になっていき、国王処刑と30万人母兵令を機に、バンデ地方では、反乱が発生して、すぐに大量虐殺が始まるが、これは、カトリック信仰と王党派が結びついたもであった。テルミドール反動が始まると、末期国民公会は、 1794年9月18日に聖職者民事基本法及び関連法令を廃止し、宣制拒否聖職者への弾圧も終わった。さらに12月2日にバンデファンとカトリック王党派に退社令を出したのに続いて、翌1795年2月21日には、信仰の自由、祭儀の自由を宣言して、国内での宗教和解を進める政策に転換した。 信仰の自由が認められたことで、バンデの農民は、王道派と切り離されて人生化していった。しかし弾圧が終わった一方で、あらゆる宗教に公平不変の立場を政府が取るようになったので、カトリックの地位は低下し、公的資金の提供も停止された。総裁政府が発足すると、イタリア戦線では、教皇との休戦が成立し、国内では、 カトリック勢力の復権がやや進んで亡命した聖職者の帰国も始まった。1797年2月19日には教皇との間にトレンチの条約が締結されアビニオンが放棄されることで和平が成立した。4月4日の共和国5年の総選挙では併合されたベルギーのカトリック勢力が多く義を占めたが、これはフルクティドール18日のクーデターにつながった。 1799年、ローマ共和国が成立した事件に関して、ピウス6世はフランスの捕虜となり、バランスで死去したが、ブリメールのクーデターで、第一投了となったナポレオンはその清掃を許可し、新教皇ピウス7世と秘密交渉を開始した。これが1801年7月16日のコンコルダートとして成立するが、この中で教皇は投了政府を正式に承認し、 没子宗教会財産の返還要求をしないことに同意した。常人権は教皇が持つが、その任免の際に聖職者のフランス国家への中世宣誓を必須とし、人選についても第一党領が指名体験を持った。教区の変更の線引きは、教会と国家が協議して決めるということになった。聖職者の皇帝報給は国が支払うことになり、 聖職者はやはり実質的には公務員のようになった。カトリックは国境に限りなく近い、フランス人の最大多数の宗教という立場になった。妥協の産物であったため、これらは聖職会議制を復活させ、教皇権市場主義の付け込む隙を与える方向で、聖職者民事基本法を修正したような内容であった。ともかく、フランスの教会が、 カトリック教会の組織として再構築されることになり民事基本法から派生した混乱と立憲派聖職者と先制拒否聖職者の分裂は終結した。一方で教皇と皇帝との関係はナポレオンの離婚問題と大陸封鎖令に関連して再びこじれた。1808年に皇帝は教皇領を占領して翌年に併合し、 対してピウス7世はナポレオンを破門して、フランス遊兵された。その後もジョニーを拒んだ教皇とナポレオンとの対立は、さらに長く続き、ロシア遠征の後の1813年1月に、再びコンコルダート、フォンテーヌ・ブローのコンコルダートが締結されるが、破棄され、皇帝が失脚して、セントヘレナ島に追放されるまで、個人的な和解は成立しなかった。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。